オデッサの戦いは、独ソ戦初期の1941年8月から10月まで、国会沿岸の軍港都市であるオデッサをめぐって行われた戦闘。攻略は、ルーマニア軍が担当したが、ソ連軍の堅固な防衛陣地を破るのに難重し、約2ヶ月の行為の末、大損害を被った後に、オデッサは陥落した。1940年に、ソ連からの強圧で、ベッサラビアと、 北ブコビナの割動を余儀なくされたので、ルーマニアのヨン・アントネスク政権は、ドイツ側に立って、バルバロッサ作戦に参加し、給料回復を図ることにした。しかし、ドニエストルカワイ島は、歴史的にルーマニアの半島であったことはなく、大ルーマニア構想にも含まれることはなかったので、さらに、東へ軍を進めることについては、国内で、異論もあった。一方、初戦の敗退で、 ソ連大本営は7月末にはドニエストル川での防衛を諦め、オデッサを除いて主防衛線はさらに東へ後退させることを決定した。オデッサは国会艦隊の重要基地であり、ウクライナ第3の大都市であるので、引き続き防衛することにした。ドイツ軍はすでに兵員不足に悩んでいたので、7月末にヒトラーはアントネスクと交渉して、 ブーク川とドニエストル川の間をルーマニアの管理下とする代わりにドニエストルカワイ島でのルーマニア軍の軍事作戦参加を取り付けたのだった。こうして8月初めにはオデッサは陸上からは包囲されたが国会の政界権はソ連国会艦隊が握っていたので包囲は不完全でありソ連軍の補給増援は回路で行われていた。 ニコライチューペルカ将軍の指揮するルーマニア第四軍は海軍空軍の支援の協力のもと1941年8月5日オデッサへの進攻を開始した当時オデッサ軍港はガブリール重フ海軍少将指揮下にあった国会艦隊は陸上部隊への支援のため活発な物資輸送や艦砲射撃を行った10月5日には独立沿岸軍司令官が GP サフローノフ中将からイワン・ペトロフ少将に交代した。ペトロフ少将は赤軍と市民の退却作戦を遂行した。一方、ルーマニア軍では9月より、イオシフ・ヤコビチ中将が司令官に就任した。後為戦が始まって3度の総攻撃を行い、2ヶ月近く経ってもオデッサが陥落する気配は一向になかったが、9月27日にマンシュタインの 第11軍はペレコプチ橋のソ連軍防衛線を突破してクリミア半島に侵入を開始した。クリミアの防衛が危機に瀕する状態に至り、ソ連大本営はオデッサを放棄して、その守備兵をセバストポリ防衛に転用することに決めた。10月15日及び10月16日にオデッサの守備隊は黒海艦隊によりセバストポリへ回路撤収し、 10月16日にオデッサは陥落した。行為側の主軸となったルーマニア軍は、召喚の戦死者を出すなど苦戦し、ドイツ軍の損害と含めて10万名近い戦勝者と行方不明者が発生した。対するソ連軍側は4万名から6万名の損害に止まり、結果的に一時は5倍以上の戦力を持った数軸軍を2ヶ月間足止めした。 10月30日に5000人の市民が射殺され、1万9000人の市民が港の9つの火薬庫にすし詰めに押し込められ、銃撃を受けた後焼き殺された。その後2万人の市民が町から近隣の村に連行され、50人ずつのグループに分けられて対戦車号の中に投げ込まれ、機関銃で射殺されていった。しかし、ルーマニア軍はあまりに時間がかかると懸念し、 残りを4つの火薬庫にすし詰爪に詰め込み、火を放って焼き殺した。そのうち3つは主に子供や女性で満たされていた。人々は狂乱の中で生じた穴から這い出て逃げようとしたが、ルーマニア軍の機関銃と手榴弾の餌食器となった。約10万人の市民がたった2日で大虐殺された。オデッサ大虐殺は、ルーマニア将校、ニーコライデラヌー及び、 CD ニコレスキュリオ中佐の指揮のもと行われたボードゲームコマンドマガジン第109号オデッサ工房戦国際通信社野村麻里。ホロコーストとルーマニア金沢大学二千十八年4月23日閲覧グランツデビットエムハウスジョナサンウェンタイタンズクラッシュとユニバーシティプレスオブカンザスありがとうございます